おっすおっす、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。新技じゃないらしいね。残念だけど。しゃがみ壁キックをしないで光明を抜ける方法。残念ながら気質らしいんだけど、ちょっと見ていきましょうか。おー、うわー、勢いがあると抜けれるんだな。でもさ、なんでだろうね。勢いがあろうがなかろうがさ、全然関係なく出せそうな気するけどな。あのブロックとブロックのつなぎ目あたりになるのかな。だからかな。あれ、確かにつなぎ目くらいをスピンジャンプはしてるけど、でも真ん中抜けてもさ、当たるはずなんだよな。なんでだろうな。やっぱ真ん中叩いても、やっぱダブルで出ちゃうんだよね。これやっぱあれかな。斜めに真ん中を叩きに行ってるからかもしれないですね。そういうことなのかな。難しい。さすがにこの状態じゃ無理だったか。これでどうだろう。確かにさ、マリオの軌道を見ると真ん中は抜けてますよね。でもさっきのやつもさ、あ、じゃあちょっとやってみようか。つまりだよ、真ん中理論が正しいのであればこれでもいいんじゃないの。ちょっとやってみましょう。ちょっと今ドッサン当たってて、いやー、なんでなんでなんで。あ、でも確かに真ん中抜けてねえな。なんで一番左のやつだと OK なんだろう。あ、ほら抜けれましたね。やっぱそうなんだよ。真ん中理論だよ、これ。技が新しいのは、新しくないのは、もういいよね。理論が分かればいいよね。この、ドッスンの斜め上を、スピンで抜けた時に、ジャンプして跳ね上がった時に、ちょうどこの真ん中をマリオが抜けるようだとスルーできるってことですよ。多分そういうことなんだと思いますよ。とりあえず地下でなんかわちゃわちゃしてくださいねってことですね。わちゃわちゃ。参りましょう。あ、なんか製品版にありそうな感じの。キノココースですね。洞窟系コース。ファイヤーいただいていいんすか？あざす。ごちゃんです。あ、顔文字になってましたね、コインがね。あぶね。連打できる。幸せだ。やっぱこういうコースやってる時が一番楽しいよな。マリオやってるって感じするわ。鬼畜なコースはね、基本的に楽しむ余裕はないからね。中身気になりますよね。ここだ。ミスター放出。しかし食らってしまった。意味のないことをしてしまったね。もったいない。ズドン。本当に普通のコースだな。普通に公式にありそうな感じのコースだけど、いいねランキングの1位とかになるコースって結構そのギミックが凝ってたりすることが多いんですけどね。ここは今んとこごく普通のコースですよね。ごくごく普通のコース。なんもねえんかい。ねえのかい。あ、やばい、ついに食らっちまったな。さあ、ついにちびっこになって、後がなくなったぞ。後がなくなるとね、さすがに、遊べないですよね。しまった。普通に難しくなってきた。そういうことなのかな。普通にやらしい感じのコースになってきたよね。よいしょ。なんもね、このコインの置き方が、どうしても気になってしまう。なぜや。うわ、危ねえ、今死んだと思ったわ。耐えたわ。上なんかありそう。やっぱあった。キノコー。やった。そういえばこのキノコーっていう言い方、おう、緑の悪魔。この言い方だけど、昔のビタミン B 的な言い方の方が好きだったっていう人もいましたね。
やっぱ人それぞれだね、価値観が。本当に面白い。ほかわいそう、下から突き上げられていった。かわいそうなパックンちゃん。ピラーハスライダーとかってマリオカート8あるよね。ピランハーでいいのかな、読み方多分違うよな。 OK、 お疲れ。ではこちら行きましょう。マリオ64、緑の悪魔が存在した、当たるとしてね。ああそういうことか、なるほど。ちょっと当たってみましょうか。9月の26日が2016年がちょうどチャンネル登録者15万人突破だーってなった時だったみたいですね。なるほど、歴史を感じますね。あれだよね、あでもなんか裏になんか変な羽がついてるぞ明らかに怪しい羽がついてますね。これはあれかな、トゲ像かな。いや違うかな、なんだろうな。来た来たよ、これなんだろう。テレッサだ、テレッサだったんだね。テレッサってあんな足あるんだね。あ、足じゃねえんだ、ベロなんだ。なるほど、これはベロだ、ベロがピコピコ出てたんだ。ははー、解明したわ今回解明会かな。はい、こちら9月の26日にいただいたコースですね。壁キックコースだそうです。うわー、そういうことか。狭い空間の中で大砲をかわしつつ進まなきゃいけない感じなんだね。なるほど。この辺が邪魔なわけだ。うーわ、今度は赤キラーとさらにファイアーバー。あーわ、オッケー、しっかり倒して、オッケー、スターだね、スター取れましたね。なるほど、スターはほぼ必須だったんだね。オッケー、クッパも倒す。危ねえ、耐えた。今度はスターあれ取りたいな、一目散に取りに行く。オッケー、うわっ、襲われて死んだ。おっす、一匹残しちゃったか。オッケー、綺麗に処理できたぞ。うーわ、結局食らうのかよ。あぶねあぶね、落ち着いて帰ってきたところで上行きたかったんだけどな。オッケー、来た、よし。ほら絶対こっちの方が簡単だよ、こういった方が絶対楽でしょ。ここだ、よーし。さあ9月の27日にいただいたコース、これが限界、ザ・ボーム。爆発しちゃうのかな。おう、うううううう、すげえ、あ、めっちゃ綺麗じゃないですかなるほど。さあ9月の28日にいただいたコースですね。当時もまだクリア者はゼロだったそうです。宝探しのコース。宝探しってどういうことだろう。宝探し、土管に入ってその中で何かを見つける的な。こうか、うわマジか、一個一個確認すんのか。いや宝探しってこれ全部にあんのかな。赤コインを探すゲームだこれ。出てくるよね、ですよね。どうしよう、よいしょ、全部確認できないな、入れない入れない、くそ確認できねえぞこれ。とりあえずこの2個目んとこと一番左だけは確認しよう。やべえ、お、入れたぞ、4番目ね、了解。
2の4。1の1と2の4ね。2の5。2の6。2の7。3の1。これダメ。これダメ。3の6って調べてないよね、まだ。3の6。まず1の1じゃん？あぶね。で、ここ、2の4。確認。1、2、3、4、5、6だよね。あ、オッケーオッケー。さっき入れてなかったか。ボタンが甘かったな。3の6。次が4の7。ここ。オッケー。カロンか。よし。で、次5の6だったかな、確か。なんか違う気すんな。ここ！オッケー！嘘だろー。さあ、もう同じミスはしたくないよね。どうしよっか。一回戻ろうか。これは先手必勝で取りに行った方が良さそうだな。やっぱさっきみたいな取り方が一番いいと思うんだ。ピョン進んじゃう。ここで一旦落ち着いてかわして、OK ですね。よし、来たー。時間かかったー。中間ですね。これは入れない。これも入れない。ということは、これが入れた。なるほど。おお、喋る余裕ね。おお、なんだ。ああ、なるほど。かぶっていくじゃん。で、もう一個出てくるよね。オッケー。じゃあ、帰りはめちゃめちゃ楽なんだ。ちょっと時間かかるけどね。パン持ってかないと下の土管の表面の方のブラックパックに倒せないから。これでいいんだ。オッケー、全撃破ですね。ということは多分この辺にあるんじゃない？お、ほら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 。もう一回同じことをやらせるのね。おっと、危ねえ。まあ一回ミスっていい余裕ができたから。かなり余裕ができました。喋る余裕もできたわ。ミスっていいんだよっていう。ほっ。これで早いかな。だから帰ってくるのも早いから気をつけないとね。オッケー。ズドン。あ、一匹残っちゃったな。この辺にないとでもダメじゃない？オッケーオッケー。うん。単調ですね。ありがたいわ。逆に。これ結構しんどかったよ。土管探しに15、6分かかったからな。土管探しが一番しんどかったわ、このコースは。ゴールかな？そろそろゴールでもいいと思うんですけど。あ、まだある。P ゲットしてこなきゃいけないの？あ、はい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 。あったよね。P が出てきてた。パウじゃなくて。確かにそうだった。大丈夫大丈夫。もう慣れたわ。レッツゴー！おっと、想定外。まあでもいいか。いけなくないか。ちょっとめんどくさいだけで。問題はない。大丈夫だ。問題ない。参りましょう。おぶね。パウか。あ、まだあった。上か？違うな。こうか。道を作れから。多分ある。あ、あったあったあった。でもこれどうする？あ、いや、バカだ。メットかぶっとるやんけ。いけんじゃん。はい、オッケー。
よーし。でもこれちびっこだったらどうすればよかったんだろう。あ、そっか、どっかにキノコとかが入ってたのかな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、チャオー。